第一代のご領主様が夫人の軍用金にもと蓄えおかれましたる黄金が百万両と申します。ご領主様はその百万両をあるところへ埋めておかれました。そうして埋めた場所を詳しく伊豆面に記して、その伊豆面を苔猿の壺に塗り込んでおかれました。何、苔猿の壺？さよう、苔猿の壺。では苔猿の壺の絵図面により埋めた百万両を掘り出せば、この八木雄の里は西国一の、いや、ことによると海代無双の大金持ちでござりまするな。殿、おめでとうござります。殿は日本一の大金持ちでござりまするぞ。おめでとうござります。いや、その苔猿の壺はもうわしの手元にはないのじゃ。なんとおせられまする。実はあれが百万両の壺と平の家、弟にくれてやったのじゃ。では苔猿の壺を源三郎様、芝道場へ婿入りの引き出物と申して大切に抱えて江戸へ行ってしまった。弱りましたな。弱った。せめて一月前に壺の秘密が分かっておりますれば。彼が養子に行く前なら問題はないのじゃ。弱りましたな。弱った。して源三郎様は壺の秘密をご存知でござりましたので。いや、それは存じているはずがない。それでは宝の持ち腐れではござりませぬ。そうじゃ、宝の持ち腐れじゃ。なんとか源三郎様をうまく騙して苔猿の壺を取り返さねばなりません。そこで密かに殿の内命を受けて高大の神はるばる江戸表へ参ったような次第でございます。ご家老様にもよろしくご尽力を願います。この壺が百万両とは驚いたの。我々も開いた口が塞がります。お客様お見えになった時に私困るわ。そうかな。あれでも柳生家重大な宝物だって死んだ親父はそう言ってた。あれ、何でも放り込んでおきましょうか。え、あなたのお兄上様、一国一城の主でしょ。それなのに弟のあなたがあんな汚いキャツボ一つもらった金だなんて、私随分ひどいと思うわ。キャツボ一つの用紙じゃ実際肩身が狭い。まあそんなことおっしゃっちゃいや。あんなこと言ってお気に障りました。ごめんなさいね。だけどお兄さんも本当に不公平だわね。1年遅れて生まれると兄弟でもこんな差別がつくんだ。本当ね。しかしこれでも1両ぐらいには売れるだろうな。こんな壺3もの値打ちだってあるもんですか。そうかな。
申し上げます。ただいまお里の柳生様からお使者がお見えになりました。兄貴の使者、何の用事で来たんだろう。実は苔猿の壺につきまして御意を得たいと存じました。あの壺がどうかしたのか。いいえ、あんな古ぼけた茶壺など三文の値打ちもございませんが。そうだろうな。お前もそう思うか。奥もそう申しておった。大体わしは兄上の処置が気に食わん。ごもっともで。兄上は一国一城の主、金は山ほどある。わしは三文の値打ちもない。あの茶壺がたった一つだ。そんな不公平なことがあるか。ごもっともで。兄上はケチンボだ。ごもっともで。あんなもの床の間に置くより納屋へ放り込んでおけと言われた。ご不要なら苔猿の壺を頂戴いたしとう存じます。あの壺をくれというのか。はい、納屋に放り込んでもし壊れでもいたしますと。そうだな。あれでもお家重大の宝物になっております。台無し。それは兄上がおっしゃったのか。はい、何とぞお譲りくださいますよ。兄上がおっしゃったんだな。はい、何とぞ。断る。え、源三郎を断る。でもただいまご不要と。不要であろうとなかろうと、兄上の2万3000石に筆頭するあの茶壺だ。源三郎を身に染みて納屋へ放り込んでおく。バカにするな。何でございましたの。この壺を返せと言ってきた。まあ、こんな壺を返してやってもいいんだが、わしにも意地がある。本当でございますわ。お兄上様ってずいぶん失礼ね。ああ、目障りだ。おい、こんな壺をくず屋にでも売ってしまえ。このまま国へ立ち返っては拙者殿に申し訳が立ちません。さよう。さればご家老にお願いがございます。何、わしに願いとは。幸いまだ源三郎様には壺の秘密をご存じありません。そりゃあ申すまでもないことではないか。壺を渡す渡さぬというのも卑怯次男坊の部屋住み根性、つまり貧乏の手伝ったひがみ根性から。なるほど。金で釣ると申すかの。山吹色さえ見せれば大丈夫でございます。していかほど用立てればよいのかな。まず100両も出せばよかろうと思われまするが。何、100両か。ほうほう、苔猿の壺を100両で買いたいというのだな。何とぞお譲りくださいますよ。100両だな。あ、大枚100両でございます。大なし、あの壺を100両とはちょっとおかしいな。は、そちは先ほどあんな壺三文の値打ちもないと申したではないか。いや、めっそうな、さような。黙れ、この源三郎をめくらと思うか。いや、決してさような。臨職の兄上が言えなくしてあの壺を100両で買おうとおっしゃるはずはない。これには何か支配のあるはずだ。そのわけを申し。いや、さような。隠すな、正直に言え。いや、正直なところあれはただの茶壺でございます。よし、言わんな。言わんとあらばこっちにも考えがあるぞ。おい、おい、殿、しばらく、しばらく。こいつを道場へ引きずって行って叩きのませ。おい、おい、喜べ、100万両、100万両。おい、ハイナ、ハイナ、おい、ハイナ。あなた、どうかなさいましたの。どうも、こうも。おい、壺出してくれ、壺。苔猿の壺だ。
まだあんな壺のこと考えていらっしゃいますの？当たり前だ。おい、不祥ながら柳生源三郎、当家婿養子に参るのに、お粗末な引き出物は持ってこんぞ。そう、あれ、今日くず屋に売りましたのよ。何？売った？ええ、いいでしょ。くず屋があんな壺でも十文に買っていきましたわ。バカ！何ですの、あなた。おい、あの壺は百万両だぞ。百万両だぞ。おかえり。もう寒いだろ。なんだそれ。金魚だよ。金魚？やつ、これは金魚うめえもんで。だって入れ物がないんだもの。そうか。よし、なんか見つけてやろう。お、ヤスコ、それ金魚か。うん。よし、いいもんやな、待ってるよ。よし。あ、金魚持ってきてるな、これ。お、金魚持ってきて。ほら、金魚を入れるにはいい壺だろう。あ、どうしようかな。どうしたの。実はもらなかったよ。俺よ、これ。おじさん、ありがとう。あ、いや、よし。これ本当は何入れてくの？これか？うん。これはな、本当はやっぱり金魚を入れとくもんだよ。違う、何言ってやんだ、本当に。君ってやつは情けねえ野郎だね、本当に。やつぼ、それはね、金魚入れるもんじゃないんだよ。本当のことはね、それは塩せんべい入れるもんだよ。じゃあ、今夜はまた遅くなるの？ああ、眠くなったらお前一人寝るよ。うん、だけど早く帰ってきてよ。ああ、ね、いいです。うん、おとなしくよ。あ、おとなしさん。おとなしさん。はい。役を教えてお願いします。ああ、ようはんさん、いってらっしゃいます。近頃、七兵衛さん、毎晩のようにめかし込んで出ていくんだけど、一体どこ行くんだろうな、あら。欲しいわね。もう少し見よ。うん。今度はきっと当てるよ。七兵衛さん、毎晩お店を留守にしていいんですの？店の方は番事、番手に任せてありますからね。日が暮れてしまいになります。結構なお身分ですわね。ところが奉公人が大勢で心が疲れます。人も多いですね。でも毎晩ここでこうして遊んでると本当にのんびりとして昼間の疲れをすっかり忘れてしまいます。お下坊は綺麗だし、おかみさん愛嬌があって、お下まいい声で歌ってくれるし。あら、いやだ、お口のうまいこと。どうです、久しぶりで得意の喉を引かせてくれませんか。ねえ、お下坊。おかみさん、お歌いなさいよ。おかみさん、久しぶりで引かせてくれませんか。お歌いなさいよ、おかみさん。ねえ、お歌いなさいよ。おかみ、歌えよ。だって、この間から風邪ひいちゃって。いいから歌いなさい。おかみさん、お歌いなさいよ。あたし、キャンセル持ってきますわ。おかしよ、さあちゃん。だって、皆さんがおっしゃるんだし、お歌いなさいよ。歌いたくない奴に歌わんな。俺は、こいつが歌い出すと熱が出るんだ。熱が出るって？あよ、頭がズキズキする。お酒がまずくなるんでしょ。もちろん。結構、あたしは助かるわ。境の払いが少なくなるし。じゃあ皆さん、久しぶり歌いますわ。ちょっと喉痛めてんだけど、風
かえってその方が熱もよく出るし、頭も痛むし。勝手にしろ。ええ、勝手に歌うわよ。おい、ちょっと待った。わしはな、漬物に蓋を置いてく。そこの粋な兄さん、三遍回ってワンと泣いてもらいたいもんだね。えい、かねる、かねる、かねる。あ、久ちゃん、先生読んどいて。先生、ちょっと。酒はまだあるぞ。お酒じゃないわ、
ご商売よ。何言っとめ。うぬら、さらげると聞きますぞ。やい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 、おめでとう、さらげ。旦那、ちょっと待ちなさい。ちょっと、どうも、お店もいらして、どうぞご勘弁なすって。旦那、お無理でした。どうか、それを納めなすって。よし。帰れ。どうも、ありがとうございます。村、まがまがしつつ、できるぞ。今、帰ります。やろう。覚えてるよ。何を、バカ野郎。てめえの面だぞ、覚えておらんぞ。旦那に申したんじゃ、ご断心。大丈夫でしょうか、おかみさん。心配しなくてもいいんですよ。お帰りには、あの先生を送らせますから。どうもすみませんです。ねえ、あんた、すいませんけど、七兵衛さんをお店まで送ってあげてくださいね。わしがか？あんた送ってあげるでしょ。わしはいかん。わしは今夜早く寝るんだ。沢のさっきの歌で寝てるたい。送ってあげてくださいね。頭がズキズキするたい。送ってあげて。やでい。やでい。金輪際おりゃ送っちゃいかんぞ。あ、もうここまで来れば大丈夫でございます。どうもご苦労さまでございました。ついでだ。送ってったろ。いえ、大勢の召使いの、手前もありますので。なるほど。大家の主は俺のようなものと一緒に歩いているのを見られちゃ悪いんだろ。いいえ、そんなわけでは。いや、帰る。気をつけていけ。どうもわざわざありがとうございました。ありがとうございました。閉めたからね、横丁から待っとくね。バカ、開けろ、早くしない。七名がやられたんだ。七名、誰であんた、何のために送っていったの。これが、バカ、そんなこと聞いてるとかい。早く承知か、叫ぶってこい。ヤスのこと。ヤスって、なんだ？ヤス。ヤスを、お願いしよう。おい、七兵衛。七兵衛さん。おい、しっかりしろい。ヤスって何だい？おめえ知ってんのかい？いいえ、おかみさんかもしれないわね。お棚行けばわかるでしょ。それは早く知らせなきゃ。棚は知ってんのかい？知らないわ。お前さん知ってるだろ。さあ、私もはっきり知らないんだけれど、確か龍泉寺の近くだって言ってましたわ。あなた、のんきにいつまでお休みでございますの？早く起きてくださいまし。もう歩き詰めで疲れた。あなた、元気を出してあのくず屋を見つけてくださいましね。もしくず屋が壺を売ってしまいましては大変でございますよ。それもそうだな。あなた、100万両でございますよ。
百万両か。ね。うん。よし。しかし、実はな、本領。今日まで。来る日も来る日も、こっちの美しい顔ばかり見て暮らしてきたわしには、たとえ一日でもそっちと別れて、一人で歩いていると、実に寂しいよ。私だって一人ぼっちで、お留守番は寂しゅうございますのよ。でもね、あなた、百万両じゃございませんか。完了のためだ。お互いに2年ぐらい我慢するか。それに長いことではございませんが、今日は明日のうちにはきっと壺が見つかります。とんでもない。この仕事は一月や二月ではとても難しいぞ。まあそんなにかかりますよ。まあ考えてもみろ、江戸はひどいぞ。くず屋がバカに多いところだ。あなたしっかり遊ばせ、一日も早くあのクズ屋を見つけ出してくださいまし。ね。うん。10年かかるか、20年かかるか。まるで敵討ちだ。よろしくその方に頼んだぞ。一日も早くあの壺を探し出してくれ。これどうも恐れ入ります。ありがとうございます。もんじゅろ江戸は広がございしてね、それにバカにクズ屋の多いところでございしてね、まるで敵討ちをしてるようでございます。この調子で行ったら10年かかるか20年かかるか。では一つ弓でも引かしてもらおうかな。あ、的が少し大きいな。あの右手の小さい方になさいますな。あの小さい的か。よし、みっちゃん、小さい方の的よ。お、どちらになさいましたの。もちろん当たった方の的だ。みっちゃん、やっぱり大きい方の的よ。Thank you.
だった？たった一本よ。え？あの的にすればよかったわね。どの的？あの的。あなた呼んで、ここのおもちゃお通りになったわね。うん。覚えてるかい？うん。なぜ？なぜ覚えてるんだ？なぜって。なぜだか、わしが教えてやろうか。うん。俺の男っぷりがいいからだ。ねえ、そうだろ？まあ。昨夜歌っていたのはここのおかみか？とてもいい声でしょ。うん。今日は逃げようだな。なんで大変だったのよ。しかし、おめえ、それじゃあ失礼に対して、うまいような気がするぜ。何もでけえってわけじゃねえからね。あんた方知ってんですか？あのね、これは向こうへ曲がってこっちに曲がってね、で向こうへ行ってあの角から2軒目のうちですよ。そうなんだよ。お前さん、向こうの方だとか。もう切れた奉公人が大勢だなんて。いや、怒っているのを断ったはずよ。何がおかしいのよ。あんたあの子に七兵衛さんが死んだと言っておやり。俺嫌だよ、おめえってこい。あたいまっぴらだよ。俺もまっぴらだい。いねえのかい？うん。そうかい？じゃ
姉やんとか兄やんとかいねえのか。ちゃんと二人っきりで。そうか。じたな、おじさん話があるんで。話してなんで。そのなんだ、おめえのな、おめえ腹が減ってるかい。どうだった。おい、あの坊さん母親も兄弟もね、一人ぼっちだったよ。かわいそうにね。それであの子泣いたん。何がい。何がって七兵衛さんが死んだと聞いて泣いたでしょ。お、それだ。どうしたの。聞けば坊主腹が減ってるって言うんだ。それで今朝からまだ何にも食っていねえと言うんだよ。それで腹の減った子供を泣かすな、こいつは罪だからな。それもそうね。で、おばあんのところへ行けばうまいまんまをどっさり食わしてやるぞって言ったら坊主喜んでいたよ。おばさんって誰なのよ。当たり前だよ、おめえのこっちゃねえかい。あたし、あたしのうちあの子かわいそうだから連れて帰って何か食わしてやろよ。あたしがあんな汚い子供をうち入れると思ってんの。あんたが嫌ならあたしが行ってあっさり泣かしてきてやるわ。誰があんな子供にご飯の食べさせてやるもんか。どう、おいしい。うん、おいしい。よっぽど腹が減ったと見えて、お前の作った料理をうまいと言ってるぜ。ごちそうさん。お利口ね。おいちゃんとこ広いな。そうか、向こう行って遊んでおい。お姉さんのことを話して、あの子を殺させてもらいましょうよ。おめえ、言ってこい。あんたが言うって約束じゃない。私はお店を見てきますからね。よう、歌の上手な女将。わあ。ついに現れたな。いらっしゃいまし。おい、坊や。ん？おめえ。なんて言うので？安吉だよ。そうか、安吉か。安坊だな。そういう人もいるんだよ。おい、安坊。ん？なんだい、この金魚かい？いいかいんだね。このような金魚だよ。もっと大きいの欲しくねえかい。この方が怖いよ。鉄棒。ん？おめえ、強いだろ？強いから、めったに泣かねえだろうな。うん。いっぺんも泣いたことがない。今までいつも泣いたことはねえのか？うん。本当に生まれて一度も泣いたことはねえのかい？うん。あ、いっぺん泣いた。いつで？どうして泣いたんで？お母が死んだ時泣いた。さみだれや空にどこへ音にす。
どう？あの子泣いた？かわいそうにね。なりまちだ。お前にかわいそうだから、おばもうちに置いてあること言ったよ。なんでって？うちのおばさんは、子供が大好きだから、ちょうどいいと言ってやったよ。だがね、あんたという人は、どこまで届かしいんでしょ。あんな汚い子供、あたしが好きになれると思ってんの？そうかい。俺は言って悪かったな。悪いわよ。あんな子供、一日もうちに置くことできません。あたしはね、子供が大嫌いなの。早く追い返してください。あなた、早くお出かけ遊ばしませんか？今日は一日のんびり屋敷にいて、そっちの顔を見て暮らしたい。まあ、あなた、元気を出してくださいまし。100万両でございますよ。100万両か。しかし、疲れるよ。そんな気の弱いことをおっしゃって、あなた、まだ一月も経たないでございませんか？江戸は広いし、くず屋が多いし、まるで敵討ちだ。10年かかるか、20年かかるか。ああ。10年も20年も、いいえ、死ぬまで、ホケ座の壺が見つからないといいのにね。バカなことは言うな。100万両だ。でも、壺が見つかるとあんたもう、ここへ来らんなくなるんでしょ？それもそうだな。表紙は辛い。お、坊や、賢いね。あの子、なかなか間に合うんだね。だって、ここへ来てからもう一月になるんですもん。もうそんなになるか？それに、おかみさんがとってもあの子を可愛がるでしょ。おばちゃん、竹馬買ってよ。いけません。おとなしい子供は竹馬などに乗るもんじゃないの。ことだ、ひどい喧嘩するわよ。だって、まーちゃんだって乗ってんだもの。まーちゃんとのお父さんのご商売なんだか知ってるでしょ。お医者様というものはね、人がひどい怪我をしないとおまんまは食べられないのよ。わかった？わかったらもう竹馬なんかに乗るもんじゃありません。コケザルの壺に地図が塗り込んであったんだ。万両は大きいの？いや、それも言い伝えだから正確にはわからん。いや、金のない人は喧嘩大きい方が面白いよ。この勝負にしても50万両か。探し出せれば一歩ごたえがなぜ足元へもよれ。それにしてもクズ屋に売るとはお方なかなか邪気があるぞ。あら、いらっしゃいまし。よ、おじちゃん、金魚買ってよ。気になったんだよ。おう、そうかい。よし、おじちゃんが釣ってる。よ、あんた、また。金魚釣り？面白いな。あ、わしも行こう。ちょっと待ってくれ。これでしまいだ。おい、何本当たった？みっちゃん、何本？3本よ。3本ですって。3本も当たったの初めてね。なんだこりゃ。3本はだるまさんよ。考えてみりゃ愉快な話だ。100万両の壺がこの世知辛い江戸の町に転がり出たんだから。当人の俺にしてみりゃまるで狐に捕まれたようなもんだ。お前死んだせば100万両。おいおいおい、いや、釣れた釣れたい。どうだ、行こいか。まだおじさん、もっと大きいやつってよ。よし、今度はでっかいやつってやるぞ。これ、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 これ
バカ、ありゃ片目じゃねえか。だけがくて。そうだ、そうだ、かんだよ、かんちょうだ。ダメね、あんたは。おじさん、もういいか。おじさん、うちにサラダ油作っていいんだよ。サラダ油？そうか。うん。なるほど。ああ、おじ。そんなことを知られたら私の方が商売になりません。おじさん、人間の目は一つも見えるんだね。それ見えた。よく見える。じゃあ、人間の目は何の二つあるのか知ってるかい？やろう。なんて言って。教えてやろうか。何よ。人間の目は二つないと、目が二つも余るだろ。だから二つあるんだよ。なるほど。メガネの玉が一つ余るから、人間の目が二つあるか。いや、こいつは面白い。早く夫源三郎の手に立ち返りますように。偽物厚みの方に当たって亀甲ありか。ふふ、なるほど。偽物厚みの方に当たって亀甲あり。孫を勝たなき小毛山の壺、さあこちらへお越しくださいませ。さあご覧くださいませ。いかがでございます。確かに小毛山の壺でござります。まあ、じいや、金魚屋でコケザルの壺が釣れますか。あ、若先生、ここにおいでください。お、なんだよ、吉。あの、クズ屋が拾いました。何、クズ屋分かった。どこだ。ご案内をします。よし。おいおい、100万両の壺が受けるとか。喜んでくれ。どうにか日本一の大金持ちになるそうだ。この角から向こうへ回ってこっちへ曲がって角から2軒目井戸の前でさ、すぐ分かります。で、確かに不在か。あ、帰ってくるといけないから私はここで見張ってます。頼んだぞ。片腕の侍が来て連れてったって話ですね。片目？
片腕？くず屋、それはいつ頃の話だ？さあ、一月ぐらい前だったかな。うん。その坊主は、安く坊主はもさんか？職人と。どんな安く坊主知ってるんですか？いや、先輩、かたじきだ。お邪魔した。ごめん。あれか、あの粒だったのか。ありがたい。そうか。よし、よし。うん。この角から向こうへ回ってこっちへ回って角から二軒目、井戸の前でさ、すぐ上がります。調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。ああ、江戸は広い。この調子では10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちだ。あなた。なんだ。昨日はどこへお出かけ遊ばしました。どこといって江戸八百八町をぐる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 。これではわしの体は持たん。今日は一日のんびり屋敷にいて、そちの美しい顔を見て暮らしたい。どうぞご遠慮なく。どうしたんだ、ハイノ。今日一日とおっしゃらず、今日からは毎日お屋敷にいていただきます。何を言うんだ。それではせっかくのあの百万両の壺が。壺は別にあなたがお探しにならなくても、屋敷には門弟どもが大勢おります。これハイノ、しっかり出せ。あの壺は百万両だぞ。百万両。分かっております。おかしいな、ハイノ。そちは何か思い違いをしておるな。毎日毎日わしがいかに一心にあの壺を探し回っておるか、あの与吉に聞けば分かるはずだ。与吉は今朝暇をやりました。え、あなた、与吉は何もかも白状しておりますのよ。何、与吉よ。金魚を釣るのがお好きでしたら、お庭の池に大きいのがたくさんおります。あなた。ああ、金魚。分かってんだ。今日限り屋敷の外へ一歩も出ていただくわけにはまいりません。何をバカな。いや、とにかくわしは出かけるぞ。じいや。おけざれの壺は我々が殿に代わりまして、きっと探し出しまする。ご安心を願いまする。今後は軽々しくお屋敷の外へお出まし遊ばさぬよう、門弟一同よりお願いをいたしまする。
わ。なあ、犯人。あなたのおっしゃることは、私絶対に信用いたしません。いや、それがその、今までのは嘘だった。いや、確かにわしは嘘をついていた。な、悪かった。謝る。存じました。今わしの言うことは正真正銘断じて嘘ではない。実はコケザルの壺はすでに見つかっておる。何ですって？どうだ、驚いたか？どこにございます？見せていただきますよ。見せる、見せるとも。今夜持って帰る。いや、きっと持って帰る。本当だぞ、神よ。わしを信じて、もう一度だけ外へ出してくれ。な、頼む。まだあなたは、私を騙そうとなさいますのね。とんでもない。これは絶対に本当の話だ。わしは、八百万の神々に誓おう。な、神よ。そちは、わしを信じてくれるな。いいえ、信じません。神よ。いけません。おい、神よ。神よ。な、おい。知らなかった。いつまで起きてんのよ。早く寝ちまいなさい。しょうがない子だね。あの子、誰か子供の好きな人にやっちゃうかしら。そりゃあいかん。実はおめえに相談があったんだ。明日からヤスを道場に通わせてやろうと思うんだ。なんですって？私は嫌だよ。それでなくても暴れん坊で困ってるのに、この上剣術だなんて。しかしおめえ、こときうちにはまずなったって。いけません。あの子は寺子屋に通わせます。なんだ、寺子屋？ええ、これからの人間は学問がなくちゃダメですからね。腕や素で片桐打てるかい。どうじゃやるんで。いえ、寺子屋通します。今度は俺の言ったりするんだ。明日から連続は道場やるんだい。寺子屋。道場だい。寺子屋。道場だい。寺子屋。道場だい。これはなかなかよく書いてるぜ。本当に上手ですね。寺子屋帰ってから今日で5日目なのよ。うまいでしょ。そうかい。それにしてはこれなかなか手筋がいいぞ、こら。工房大師だってね、子供の時は棒は書かなかったかもしれねえ。おや、ヤス坊、まだお前さん行かないのかい？さくっといて。だって、両替屋のかっちゃんがいじめるんだから。いじめられてもいいから行くんだよ。お兄ちゃん、行って行ってよ。バカ。おいちゃんは忙しいんだ。本当にこの子は影弁慶だよ。早く行っといて。姉ちゃん、送っていってよ。姉ちゃん、今日お店が忙しいからダメ。おばあちゃん、送っていってよ。そんなこと言うともううちに置かないから。行っといて。ね。
えてるんじゃないかしら。両替のことした日は大きいんだからね。おめえ気になんだろ、ちょっと行ってみてこいよ。あんた行ってきてよ。俺は嫌だよ。お店が忙しいんだからね。俺もまだ飯食っていねえんだよ。よしよ、私は行かせないよ。俺も行かん。俺も嫌だよ。俺は行かねえぞ。見つかったか。残念ながら見つかりません。おい萩野、お前本当に100万両が欲しくないのか。みすみす壺のありかが分かっているのにな。萩野、頼むから半日でいいから俺を外へ出してくれな。いけません。クビになったの。へ、おかげさまできれいさっぱりちょんとやられました。それは気の毒だったの。これからは旦那方に注意を尽くします。どうぞお帰らせて。うん、ちょうど貴様にいい仕事がある。みんな陰だな。できたできた。おお、よくち。へ、これを江戸八角社長、くまなく張り出してもらいたい。旦那、こんな格好の壺をお持ちでござんすか。こんな壺でござんしたろ、いいねで金まずで。一つあるのある。え、そうですかい。じゃあ旦那、その壺一つ一両で買いましょう。女の子が一両になるのか。なんでしたら旦那、現金で差し上げましょう。いけるよ。
じゃあ待ってろ、今行く。お待ちもしてるやつ。おじさん、あたりも猫買ってよ。猫か。よし、これかい。こっち行きなよ。もう一枚で結構だよ。あたりこれでやるよ。なんだ、小判か。うん。俺でも買ってくら。どうするのそれ、うん、こんな壺を一両で買うやつあるんで。そうだけど、安子が大切にしてるんじゃないの。かわいそうだよ、お前さん。それもそうだが、でもおめえ、実は俺は一両は先に受け取ってしまったんで。呆れたよ、この人は。おい、あれはうら。冗談じゃあれじゃねえんで。これこれぞ。じゃあ旦那、二郎で行きましょう。二郎で。いや、ところがいかんのだ。子供が金魚入れと。ねえ、拙者な。じゃあもう二本張り込んで、二郎と二本で行きましょう。いかおばちゃん、あたいレインコで勝ったんだよ。はあ、この子は大変だよ。小判じゃないか。両替屋の勝つ子ってメインコして勝ったんだよ。早く返しといて。親子に踏んじばられるよ。どうかしたのか。本当に子供ってしょうのないもんだよ。アクションを対外にするがいいぞ。ガキを取りに使って大米60両の金とんでもない。こっとりだ。なんだなんだ、こっとりだ。なんだこっとりじゃないか。金を返したもんかなかろう。当たり前だ。返さなければ恐れながらと訴えているぞ。さあ、耳を揃えて60両を返してもらいましょう。よし、間違いなく入ってるから明日の晩取り来い。なんだって。明日の晩、うまく騙して今夜のうちに逃げ出すつもりだろうが、そんな甘えて飲むものか。さあ、早く金返してもらいましょう。だから明日の晩まで待てと言ってんじゃねえか。いえ、待てません。何よ何よ何よ。明日帰ってば。そうかい。上州屋さん、本当にお金はあの子がお返しに行く道で盗まれましたの。嘘も隠しもしませんわ。明日の晩にはきっとお返ししますから、ご近所のよしみでそれまで待っていただけないでしょうか。間違いなく明日の晩には返してもらいますぞ。無事に二言はない。母ちゃんとも父さんも返した。うるさいね。お前はお国のお墓地を焼いといて。よくどっちに返してくれ。ずるやねえ、おばさん。おくりお餅を食べといで。あんな大きなこと言ってあんた大丈夫？何がいい？何があって明日の晩までにお金にできるあてがあるの？冗談言うね。俺は、おめえの居候だぜ。伊藤郎の俺に60両なんて大金の都合がつくかつかねえか考えてもねらい。じゃあどうするつもりなのさ。どうするって、おめえこそどうするんだい。困っちまうわね。だから俺の言うとおり、どうじゃいか言わしときゃ、あんなバカないたずらもしねえし、そんな心配もしなくて済んだんだ。おめえがよくねえ。あんたが悪いのよ。そもそもことの起こりは、あんたが小判をやったがこんな間違いが起きたんだわ。
大体お前で知ってやるんだよ。あんたが悪いんだよ。おめでい。あとだってば。だが言うねえ。おめえは自分で金を返してくれいのに、あんな子供に持たせてやるから盗まれたんで。おめえが悪い。大体あんな子を拾ってきたのが悪いのよ。あの子さえいなければ、そんなことも起こらないし、私がいいも悪いもないじゃないの。あの子をここへ連れてきたのは誰？あんたでしょ？だからあんたは悪いのよ。そうでしょ？お餅が焦げてるんじゃないかい？臭いよ。ヤスボ、いるのかい？ヤスボ、どうしたのさ？おや？どうしたんだい？あんた、大変よ。これ。おめえ逃げろ、行ってきてこい。心配しなくてもいいんだよ。私たち一度も怒ってなんかいないのよ。なに、50、60の金を今夜おじさんが一つ値が出たらすぐに分けてみせるぞ。ヤスボもどうだ、一緒に行くかい？それがにはね、そして帰りにおじさんにおそばを持ってきてもらえ。それがいいでしょ。あんた、本場の元手があるさあ、どれだ。こうなったら仕方がねえから、おめえの着物を二、三枚曲げてこい。さあ、ちょうどよ。ハンダ。こっちも来た。ハンダ、ちょうど。ハンダ。春方決まれば勝負でござんすよ。勝負。ちょうど。切れた。どうに。おじさん、曲げるとうなるんだね。さあ、もう一番、ちょうど行こう。ちょうど行こう。どうだ。勝負なんだ。よし、持っていかんだ。お客さん、勝負でございます。勝負。勝負だ。勝負だ。ね、決めた。おじさん、またうなったね。いや、悪かったんだ。おじさん、ご飯もあったんだね。
おいやす。目をつぶっていな。おじさん、なぜで？いいから目をつぶっているんだ。一つ、二つ、三つと遠まで風んだぞ。目を開けるんじゃねえぞ。いいか？さあ、かぜてみな。これ売ろうよ。一両ぐらいじゃしょうがないね。だってないよりマシだろ。それもそうね。じゃあ俺は出かけるぞ。道場破りで儲かるの？道場の看板を持ってくといえば少なくとも10両は出す。あんた大丈夫？心配ご無用。頼もう。私泣くにも泣けませんわ。仮にもあなた、道場の主ではございませんか。それが夜中に屋敷を出ようとして、泥棒と間違えられ、その上、門弟どもに叩かれるなんて。油断をしていたからだ。いくら油断をしていたところで、情けないと思いますわ。さっきも庭で、中間どもが噂をいたしておりましてよ。何と申しておった？金陰流の免許改善だなんて、危ないもんだ。申しておりましてよ。下郎の分際で無礼千万、聞き捨てならん。申し上げます。なんだ。はい、ただいま大変な化け物のような道場嵐が参りまして。道場嵐？はい、それはそれは恐ろしいすごいやつで、門弟どもを片っ端から。あなた、早く出て行って、あの乱暴者、懲らしめて親に遊ばせ。どうも。
頭が少しズキズキしてきた。あ、申し上げます。あ、なんだ。ただいま森本がやられましてございます。え、森本？はあ、やられた。あ、長井を出せ、長井を。はあ、長井は一番最初に出てもう負けております。え、どうも頭痛い。さあ、あなた早くおしておく遊ばせ。うん、困った。あ、今度は横腹が痛みだした。ひどく悪いのでございますか。うん、痛む。では致し方がございません。ただいま主人病気ゆえ、勝負は後日改めてと申しましょうか。それがいい。そうしてくれ。だが、おとなしく帰るだろうか。何？一両か二両包んで出せば、喜んで帰ります。なるほど。何とぞこれでどうぞ。一両や二両の入った金に帰りはいくと思うか。どう同情なるじゃたち、どう同情なるじゃたち。あのような乱暴者をあのまま返しましてはご先祖様へ申し訳がございません。うん、そこもあるな。さあ早く行って門程どもの前であなたの本当の腕前をお見せ遊ばせ。じいや、お支度ができました。主はどうした。主を誰だと申すに。はっ、ただいまご主人直々にお相手をいたします。とうとう出てみせたが、どいつだ。おい、おい、萩野、新陰流の極意だ。よく見ておけよ。ああ、こりゃ浪人、全国からの無礼の雑言必須ならんぞ。病中ながら当道場の主柳生源三郎直々に相手をしてとらす。何じゃ。お前参るぞ。はっ、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 60両じゃ。それはちょっと高いぞ。ビタ一番負けなぞ。仕方ない。よし、60両やるから負けてくれ。どうか、ありがてえ。頼むぞ。さあ来い。あ、知らぬ愚か者だ。ああ、その方たち、こんな相手に遅れを取るとは何事だ。ん、毎日毎日道場へ出て一体何をいたしておる。明日からはちと身を入れて稽古をさせ。ああ、これは浪人。その方、浪人には惜しい腕だ。それに筋もなかなかよろしい。余が直々に教えて取らすことがある。奥へ来い。貴様の道場とはこいつはどうも意外だったよ。俺もどうも道場嵐が貴様とは思わなかった。じゃあもらって、ありがとう。おい、たまには出てこい。また金魚釣りでもやろう。あ、それだ。その金魚だ。いや、金魚を入れた壺だ。壺がどうしたい。その壺が百万両の壺だ。え、苔猿の壺だ。苔猿。うん、確かにそうだ。あの、お金を召しますといけませんから。うん、いや、とにかく当道場へ 2,3 年通ってみたらどうだ。うん、いや、わしがみっちり仕込んでやる。いや、
なかなか惜しい腕だ。見当たらねえようだが、どうしたんだい。壺？金魚を入れてた壺だい。ああ、で、とてもあの子可愛いこと言うのよ。あの壺が一両で売れるんですってね。一両で売れればおじさんが助かるからって。あの壺を一両で売ったのかい。さっき出かけたわ。どうかしたの。バカだなお前は。あの壺は100万両だい。100万両の壺だい。おい、おさぶれ、そこまでちょっと顔を貸してくんねに。遅れを取って何だ。こんなことでは柳生流の行く末が案じられてなら。今日から苔猿の壺はわしが訪ねに行く。いいか萩野、何度も言うが江戸は広いぞ。10年かかるか20年かかるか、まるで敵討ちのようなものだ。おい、この壺が100万両だ。あれは嘘のようだな。いや、嘘だってかまわん。壺は当分貴様に預けておくぞ。俺にか。うん。壺が見つかると、わしは浮気はできないからな。そこもあるか。今日はよく当たるわね。当たり前だ。的が違う。